それでロボットの方は。失礼失礼、お待たせしました。え、私が介護用ロボットレオと申します。ライフエンジョイ、おもてなしの頭文字で LEO、 レオです。最後日本語じゃねえか。先生、はじめまして、レオさん、小比類巻と申します。はじめまして、小比類巻さん。レオは超高齢化社会に向けた次世代型介護用ロボットです。24時間体制で所有者をモニタリングしてサポート。異常時には警報を鳴らすマルチ監視システムを搭載しています。それは素晴らしい。で、いつ実用化ですか？来年の春を予定しています。今は環境適応を図るため社内を自由に行動させています。レオさんはきっと何でもできるんでしょうね。ええ、最先端 AI を搭載してますから。ということはシミュレーションルームの酸素濃度を下げることもできるはずだ。何がおっしゃりたいんです？レオさん、安井さんを殺したのはあなたですか？ちょ、何を言ってるんですか。うちのロボットがそんなことするはずありません。はい、安井 CEO は私が殺しました。